それじゃ次に行きましょうか。風が気持ちいいですね。何がです？いいんです、黙って言ってしまうなんて申し訳なく思っていますけど、でもそんな話をしたらまたお祭りみたいな送別会が始まるでしょ。ちょっと苦手です。でもどちらかといえばそうしたらきっと帰りたくなくなっちゃうんで。ああ、それにほら魔法が失敗する可能性もあるわけじゃないですか。そんなことが起きたら学校に行きづらいですし。もうそんな顔しないでください。今日は最後まで笑顔でいたいですから。見ておきたかったんです、時坂さんが育った場所がどんな場所なのか。元の世界に戻りたいってばかりでこの島のことちゃんと見てなかったので、しっかり覚えておかないとって。はい、付き合っていただいてありがとうございます。夜になっちゃいましたね。はい、いつかまた機会があれば続きをしましょうか。いいえ、今一緒にいたら言ってはいけないことを言ってしまいそうなので。いいですよ。でも本当はこの世界での食べ納めにと途中で甘いものを買い食いしていこうと思っていただけなので言いませんけどね。それはいろんな味が楽しめていいですね。いいでしょう、送っていくのを許可します。
伝わってますよ。伝わってますよね。嬉しい。はい。こんないい雰囲気で間接キスで我慢って。はい、また明日。そっちこそです。明日も楽しみにしてます。さすがに張り切りすぎましたね。私、そんな中で元の世界に送られるの嫌ですけど。ちなみに私、元の世界に帰るのを他の人に知られたくないって話をしましたよね。